スタートしました。まずまず揃っています。まずはスタンド前、内から3番大勢エピソードじわっと出ていきますが、並んで6番ゴスタノバ先頭に変わるか、外は14番ティルドーン、2番手に上がっていって3番手は15番のジョイウィン、4番手は13番ドローム、そのうち4番のサンライズグラッソ、あとは4馬身後方に3番大勢エピソード、3馬身離れて5番ジャスリー、縦長で1コーナーを回っていきます。さあ先手奪い切った6番ゴスタノバ、今日も行ってリードは早くも5馬身取って2コーナーのカーブ、2番手14番ティルドーン、3番手は15番のジョイウィン、2コーナーのカーブ、そのうちに4番のサンライズグラッソ、4番手並んでいく13番ドローム、2コーナーから向こう上面です。3馬身後方に3番大勢エピソード、さらに5馬身ほど離れて5番ジャスリー、直後に2番モルちゃん、外は11番のサイモンメガライズ、1馬身後方7番ケンアンビシャス、内馬9番のマテンローガイ、2馬身後方に8番鈴の稲妻、そして1番の三重のナイスガイです。 1000m1 分0秒4の通過、その後ろ10番のプルモナリアが行って最後方2馬身差、12番イスカンダルです。残り600を切って3コーナーカーブ、さあ依然として大きく逃げている6番ゴスタノバ、リードは4馬身3馬身に縮まっていますが、6番ゴスタノバまだ手応えは楽、残り 400m4 コーナーカーブ、2番手争い固まっていますが、大外を通って3番大勢エピソード、上がって前に並んでいった直線の攻防、さあ先頭6番ゴスタノバ一気にかわして3番大勢エピソード先頭に変わった、粘っている6番ゴスタノバ、さあ200を切っている、また盛り返すか、3番手は14番ティルドーンに、大外を通って2番モルちゃんが4番手から3番手前の2頭に迫っていった、前は入れ替わって3番大勢エピソード、6番ゴスタノバ外は2番モルちゃん、広がったが大勢エピソード勝利、2着はどうか、内6番ゴスタノバ外2番モルちゃんの争い、タイムは1分52秒4。